ヤル君、片桐取ってください。誰この焼きそばしとります。でもテレビにとってはジョリーの敵でもあると思うんで、お互いやりにくいな。アンボチャンネルの敵の勝ちやりにくいマークでいっぱいが起こる。はい、いや、なんか応援動画より面白いね。話したり違いは。